はい、どうも、こんにちは、沖縄おばばでございます。はい、ゴリゴリ言ってますね、みけた。はい、聞こえますでしょうかね。 はい。かわいいみけたんですね。新しい敷物を出しました。これね、えー、冷たく感じるやつなんですよ。まあでもね、多少って感じなんですけどね。あんまりこう、人間は、うーんって感じなんですけど。まあ猫はね、柔らかいものが好きなんでね。えー、ちょっとこれを使って、熱中症予防どうかなと思ってます。はい。えー、まあね、パナタンのあのー、籠の中にもね、1枚入れておこうと思ってます。はい。 えー、二つ買、買いました。<laughs> もうね、えー、猫はね、もう本当に、えー、もうね、人間よりもね、えー、お金かけても惜しくないんでね。<laughs> まあね、ちょうどはあ、ともかく、これね、昨日ね、紹介しようと思ってた二つの記事なんですけど、えー、今後ね、ますます大変なことになります、日本。はい。 えー、とんでもないことが今起きていまして、え二、ー、つあるんですよ。まず一つは、64カ国かな、67カ国かな、ちょっと忘れてしまったんですけど、えー、これね、日本が一番、いわゆる、円の力が落ちている。国力落ちちゃってるんですよ。 えー、60何か国で最,最低落ちてる、えー、つまり国際競争力がもう日本にはなくなってきているっていう記事なんですね。 これどういうことか、まあお分かりになりますよね。まあ、円のこともそうなんですけど、これで言わんとしてる国際競争力が落ちてるって、まあね、分かりますよね。こう、円の力が弱くなってる。つまりね、いろんなものを買い負けするんですよ。いろんなものを買い負けしちゃうんですよ。これ、まあ、ちょっと大変なことですよ、考えると。 えー、まあ大変なことだってわかるとは思うんですけど、えー、奪い合いになってますよ、今。いろんなものがね。国際間で。で、これがね、えー、日本に来なくなるんですよ。こういった円の力が弱くなってしまうと。具体的に言うとね。 そういうことなんですよ。まあ、ここにはね、まあ、何パーセント何パーセントって、まあ、数字の上でね、いろいろ分析してるんですけど、実際そういうことがもう起き始めてるんですよね。で、えー、日本にね、回すよりはね、えー、他に回した方がね、ちょっとお金になるかなとかね、えー、まああ、そういう国がま、増えてるっていうことですよね。えー、今後ね、 どうなるか、もう本当に目に見えるよりも明らかなんですけど、ずっと今まで輸入に頼っていたツけをここで一気に払う羽目になりそうな感じになってきました。はい。えー、ごめんなさいね。話すすっちゃって申し訳ございません。えー、そのようなことにね、もうなりかねないんですよ。 えー、おかしなことになってきてます、本当に。で、今ね、日本の状況がどうかっていうと、まあ、わかりますよね、見るとね。えー、とんでもないことになってるんですよ。まあ、物の値段は上がるし、まあ、上げるとね、今度は企業の方がやっていけないんで、えー、上げられないし、あんまり上げられないしね。かといって、自分の首をね、真ーたで締めるような行為なんで、これね。 えここでね、何、えー、て言うのかな、あげないと、お父ちゃんの危機にもなってしまうというね、まあ、とんでもないあの矛盾の中に生きてるんですよね。えー、日本、まあ、全体ですよね。まあお、一部大手は違いますよ。一部大手ですよね。いわゆる輸出企業なんかは、あかなり円安の方が儲かりますんで、彼らはね。 円安の方が儲かるんですよ、輸出企業は。なんで、えー、一部の輸出企業は違いますけど、ほとんどがね、日本の場合そうじゃないんで、はい。ほとんどが違うんですよ。なんで、この辺をよく考えないと、えー、我々ね、えー、ダメだということです。もう準備し、まあしましょうよということです。これね、あの、食べ物とか、あの、そういったね、 えー、物資ですね。以外のもので必要なものですね。これ、今のうちに、えー、買っといた方が良さそうですね。まあ、あ絶対、まあ、これ買っといた方がいいんですけど。えー、まあね、トイレットペーパーから、あまあ、トイレットペーパー備蓄するって言ってもね、えー、そんなに量的に備蓄はできないんで、まあ,あ、この辺はね、よくよく考えてやるといいと思います。はい。 ええー、まあ、わかりますよね。言いたいことはね。私は、この時期、あの、断捨離はおすすめいたしません。はい。古くなった服はね、お尻を拭いてもいいんで、はい。古くなった服は、お尻をひ拭いてもいいんでね。えー、まあ、切ってね、いろいろ、なんていうの、古い洋服をね、 えー、ハサミで切って、まあ、雑巾台の大きさにすればね、えー、お掃除にも使えますし、えー、最後までいろいろ使えるんですよ。私、さい、まあ,あ、猫のね、クッションなんかにもしてます。はい。えー、クッションカバーですね。えー、まあ、こういうふうにも使えるんですね。なんで、えー、まあ、断捨離はこの時期おすすめしません。はい。どんどんと円の力が弱くなってるんで、 えー、日本に物が入ってこなくなります。まあね、これ、あのー、物理的な問題もあるんですけど、わかりますよね。あのー、中の東さんですね、えー。そっから入ってくる量がめちゃくちゃ少なくなってるんで、そういった問題ももちろんね、あるんですけど、それ以外でもね、日本の円が、まあ弱くなってるんでね、えー、買い負けしてて、ますますね、入って、 きにくくなってるんですよ。なんで、今のうちにね、秋冬のことも考えて、考慮に入れて、えー、まあ,あ、準備しておいてください。はい、えー。そういうことでございます。まあ、いろいろあると思いますけどね。えー、今後ね、本当、あの、今のところまだね、安定してるんで、えー、考えてね、いろいろなことを考えて、えー、自分の必要なもの、 えー、あ、あればね、生活にゆとりが持てるようなものも、まあ、備蓄はしといた方がよろしいですね。はい。性心のゆとりにつなぐ、つながるようなものですね。こういうものをあらかじめ買っておくと、まあ、いざというときね、手に入らないというときに、非常に、あのー、なんていうのかな、自分の生活にね、 えー、ゆとりがあ生まれますなんでこういったものもね、えー、食べ物以外のものでも備蓄は必要ですね、えー、まあ、プラス日用品ですあのタオルとかないと困りますよねバスタオルとかタオルとかねもう古くなって汚くなってしまったんだけど未だに使い続けてる人を思い切って買ってください。はい ええ、ね、タオルの原料もほぼほぼ輸入なんで、日本で麺を作ってることはほぼほぼないんですよ。日本製の麺っていうのもあるんですけど、えー、ごくごく少量です。ほぼほぼ綿花とかはね、こういったタオル類もお、まあ日本で作ってるタオルもあるんですけど、 えでもね材料は輸入なんでねこの辺も買っといた方がいいですあと下着類とかね靴下類とか何度も言うようですけど、えー、でもまあ聞いてらっしゃらない方も多いと思うんでね、えー、こういったいわゆる消耗品ですね衣料品の消耗品プラスあの何、ー、て言うのかな自分の着るものを断捨離してしまった人はあまあ秋冬物も,もね、えー、この際あのー 安くなってるところも多いんで今ね夏なんでねえー、アウトレットとかでかなり安く買うと買えると思うんでこの辺はねよくあの考えて、えー、購入しといてくださいはい、えー、そういうことでございますまあいろんなことに対してね我々準備していかないといけないんですけど、えー、どうぞ皆さん、あのー、頑張りましょうはいでもってですね えこれもね、えー、もう一つ、まあ、同じような感じのニュースなんですけど、日銀、金利上げるって言ってます。はい、日銀が、あまあ、様子を見て、金利を上げると言ってます。お分かりになりますよね、これね。大変なことなんですよ、これ。 金利また上げるって言ってるんですよ。ほんとこれ大変なことになると思います。まあ中小はほぼほぼやっていけなくなるでしょうね。えー、中小ってね、銀行から借りて回してるんですよ。この辺もわかりますよね。銀行からお金を借りて、えー、自転車操業なんですね。なんで金利が増えちゃうと、 中小企業がやっていけなくなるんですよ。返すお金が、銀行にね、返すお金が増えるんで、えー、本当に苦しくなっていきます。今後、本当に、このね、日銀が言ってる通りに、金利を上げていったらあ、日本のほとんどが中小企業なんで、はい、7割中小企業です。 この中小企業のうちに本当にうまくいってるっていうかね、えー、そういうところはあ本当少ないです。なんで、これ、まあ嫌な言い方なんですけど、失業保険で食べなきゃいけない時期が、人がね、増えるんですよ。失業保険で。 えー、失業保険もね、永遠に出続けるわけではないんで、まあその人によってね、えー、まあ3ヶ月とか6ヶ月とかあるとは思うんですけど、えー、これも満額出るわけじゃないんでね、あの、働いてた時の6割しか出ないんで、えー、きつくなっていきます。もう、ほんと金利上げるとかやめてほしいと思います。これ分かってやってるのかなとは思ってますけど、はい。 つまり中、中小企業がね、えー、いわゆる、潰れていくという。で、え働く人が、働き、働くね、場所がなくなる人が多くなる。そして、失業保険で、えー、収入の6割ぐらいでやっていかなきゃいけない人たちが増えていく。えー、この、悪いね、あんまり良くない、いい もう近未来が見えてるんですよ。これ分かってやってるんじゃないかなってちょっと思ってます。っていうかまあ、ほぼほぼそう思ってるんですけど、まあ、分かりますよね、目的は。<laughs> はい。えー、まあ、ひどいですね。ず,ずっとまあ、追い込んできているということです。えー、なんで、まあ、本当に大企業に勤めてる方とか、まあ、心配がないね。 こういった心配のない公務員の方ですね。国家公務員とかね。えー、いわゆる官僚と呼ばれてる方たちとかね。えー、そういう方たちはね、えー、ちょっと、あのー、なんて言うのかな。あ、こういったものに巻き込まれずに済むとは思いますけど、えー、それでもね、それでも、あのー、収入は減ると思いますよ。はい。えー、ここまで来て、またね、 また金利を上げると言っております。はい。えー、まあね、あの、変な話ですけど、住宅ローンとか、ああ、なんていうの、車のローンとかね、えー、銀行から借りてなくてもね、えー、自分の勤めてる会社が銀行からね、えー、借りてね、えー、自転車操業をしているっていう場合はあ、影響を受けますから、自分でローンを借りてなくてもね、えー、わかりますよね。 えー、いわゆる会社がお父ちゃんしちゃう危機があるんで、えー、なんでね、この辺はよく考えないといけないですね。はいまあ本当、昨日も言ってるんですけど、これ、間に合わないから、そんなのやらなくたっていいよって言ってる方はいるんですけど、あの資格の勉強はしといた方がいいです、本当に。 それもね、えー、なるべく人があ持ってない資格ですねで。まあ、なんていうのかな。ありますよね。ちょっと特殊な資格ですよね。えー、そういうものを持ってると、今後役に立ちます。もしくは資格じゃなくてもいいと思います。いろんなものを、まあ、始めてみる。努力してみる。はい、えー。突き詰めてやってみる。これね、意外となんですけど、 商売になるんですよ。<laughs> 後でね、えちょっとこのことについてはお伝えします。はい。え例えばあ、なんていうのかな、これ私別に商売にしたいわけじゃないんですけど、例えばですね。 えー、ギターとかを大人から始めるとかあ、ピアノとかを大人から始めるっていう方いらっしゃいますよね。私もやってますけど、趣味でね、えー。そういう方、あまあ、習わなくても、こう自分で弾ける弾け、弾けるようになっていく過程を学ぶ。はい。弾けるようになっていく過程を学ぶんですよ。で、えー、まあ、これをやるとどういう効果があるかというと、 人に教えることができるんです。そういう需要があれば。はい。わかりますよね。そういう需要があれば。これはだから長期的にですね。長期的に、えー、見て、えー、そういうことということです。はい。あいますよね。たくさん大人から、まあ、楽器を始めるとかね、えー。でもね、子供の時みたいに、えー、まあね、 え時間も限られてるしその中で上達していくのにはどう,どういったポイントが必要なのかとか誰も教えてくれませんよねそういうものも、まあ、教材にして何、えー、て言うのかなんですよね、本当に。なんで自分の興味のあるものは何でも突き詰めてやってみるといいですよ。 始めるのが遅かったとしても、はい、えー、何回か言ってますけどえー、まあちょっと話はずれちゃうんですけどねあの台湾のね、えー、台湾っていうか、まあ、中華全,全体でこれ大陸の人からも尊敬されてるみたいなんですけどいわゆる駅橋の権威って言われてる宗志教先生なんですけどあの方が権威はい。 権威と呼ばれている方が勉強を始めたの40代です。はい。わかりますかね。液晶の勉強を始めたのは40代です。ものすごい遅すぎますよね。でもね、え世界的に、まあ,あ、いわゆるね、家教とかね、世界的にまあ有名な方で液晶の権威なんですよ。で、オックスフォードとかにも行ってね、 まあ晩年ですけど、80代ですね、70代、80代は、あ数十年かけてね、えー、こういうふうになったんで、70代、80代は世界中に講演し回っていました、この方。まあ、オックスボードなんかにも行ったりとかしてましたね。えー、もちろん日本にも来てましたよ。はい。えー、なんで、えー、まあ、突き詰めてね、やれば、 突き詰めてやっていけばね、えー、そういうふうになれるんですよ。誰でも。はい。始めるのが遅くてもね、子供の頃からやってないとダメとかってないですから、いつでも遅くはないんです。はい。えー、後々、後々にね、それが宝物になります。なんで、えー、まあ、昨日から言ってるようにね、 えー、私たち、あのー、生まれてきたね意味もはい意味もありますのでね、えー、どういったあ自分がねこの社会に対してね、えー、まあ大げさな言い方ですけど業績を個人としてのね業績を残せるのかっていうねはいまあ,あそういった何て言うのかなあちょっと壮大になりますけど考え方が。あ まあそういったこともね、えー、考慮に入れてね、何かを始めるっていうのは、まあいいことです。はい。で、突き詰めましょう。途中で投げ,投げ出さずにね、えー。ここら辺がね、えー、後でね、ちょっと、まあ、気がついたことがあったんで、えー、アップしたいと思います。あのー、セカンドチャンネルの方がいいかな。はい。 えー、まあ、こっちにも、もう、もしかしたらアップするかもしれませんけど、まあ、どうして、どうしてなのか、まあ、どうしてね、えー、貧しい人と、まあ、なんていうのかな、富裕層はね、差が出てしまうのかっていうのを、ちょっとね、えー、考えさせられることが最近あったんで、 これもちょっとね、そのことと一緒に、まあ関係あるんですよ。えー、まあね、えー、皆さんと考えていければなと思ってます、えー。まあ、ちょっとね、話はまあずれちゃいましたけど、私たちこの不景気の中、はい、えー、生き残っていきましょう。そして社会に対して、えー、自分たちがね、えー、何を貢献できるのか、何をね、えー なんていうのかな残すことができるのかあの自分のなんていうのかな歩みというか業績をね、えー、まあそういうこともねちょっと考えた方がいい時期になってきたんじゃないかと思っておりますはい、えー、もしまあ申し訳ございませんねこんなこと長々話しちゃってそれでは一応ねこの記事2つ貼っておきますますます日本円ちょっとあのダメになってきてますんで えーまあ、早めに準備しちゃいましょうね。よろしくお願いします。で、えー、長期的なあ物事もいろいろと少しずつ計画していきましょう。短期だけではなくてね。はい、それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。気持ちいいですね